始めるラジオキャンパスウェンズデイ、今日は11月29日、11月最後の配信になります。札幌はちょっと気温が上がったんですね。雪が降って積もって寝雪になるかなと思ったら、まあさすがにまだ寝雪にはならずに、結構気温が上がってちょっと溶けて、で昨日はちょっとだけ雨も降って、でそれが雪に夜に変わって、で今朝もちょっと雪がちらついたんですが、今はちょっと止んでると、まあ、ただこの後またね気温が下がり始めて、雪も降り始めて、来週は結構雪の日が続くんじゃないでしょうかね。まあそんな札幌12月目前ということで本格的な冬です。で路面がねちょうど溶けて、綺麗にスケートリンクみたいに綺麗に固まって、でそこにほんのり薄雪が積もってツルツル滑ると、今朝は結構転んでる人多かったんですが、私も3年ぶりぐらいに転んでしまいました。結構ね転ばないのは自信あったんですが転んでしまいました。久しぶりにね、トイチロー君もお散歩中だったんでびっくりして、ましたけれども、まあ、そんな札幌から今日もお送りしてまいります。今日は水曜日ですので、第一コーナーが SNS あれこれ、それから今週の一曲、そして第三コーナー今週のリッスン、最後がザ・トイチロー散歩です。ちょっと雪の音というかいろんな音が取れましたので、特に氷、今朝氷が張ってたんで氷を踏みしめる音も取れたかなと思ってます。それから SNS あれこれについてもちょっといろいろとね喋っていこうかなと、新しい展開がまたあるのでね喋っていこうかなと思っております。ということで最後までお聞きいただければ嬉しく思います。始めるラジオキャンパスウェンズデー、11月29日水曜日です。現在朝の9時半、まあお散歩から帰ってきて、まあ最近トイチロー君はねエンドレス散歩なんですけども、雪が降るともうお家に帰りたくないね。家に帰ってきても家の前の雪山、ちょうど今50センチぐらいの雪山ができたんですけれども、そこに登ってしばらくそこに頂上で座ってると銅像のようにね、まあ、そんなことなんですが、まあそれはさておき、第一コーナー SNS あれこれということで、まあ SNS ね今完全に変動期に入りました。で一つはスマホベースの SNS と、パソコンですね、パソコンベースの SNS っていうのがやっぱりあって、Facebook っていうのはなかなかスマホ対応してなかったんですね、最初の頃ね。やっぱりパソコン、まあアメリカで発達したこともあって、アメリカの人はみんなやっぱりパソコンを使うんです。しかもインターネットにつなぐっていうのがある意味普通だったわけですよね。2007、8年ぐらいですよね。で日本はやっぱりまあ、Facebook 自体が日本語版の対応が遅れたりとか、あとやっぱりスマホ対応が遅れたりとかっていうことで、日本ではその頃何が盛んだったかというと、ミクシー全盛期ですね。ソーシャルネットワークといえば、 SNS といえばミクシーをみんなやってたと。ミクシーばっかりやってたんですね。ミクシー疲れなんて言葉もありましたけど、でそのミクシーと並んでもう一つ、その時期に流行り始めたのがやっぱりブログですよね。だミクシーみたいな、SNS と、それから、まあ、Facebook みたいな SNS と、それからブログ文化と、まあ、こういったのが並立する中で、で地味な形で2005年ぐらいからポッドキャストが始まり、音声配信ですね。でそしてボイスチャット、ビデオチャットっていう時代に入っていった。文字チャットの時代から、まあ、音声チャット、ビデオチャットの時代に入っていった。まあ、そういう時代がこうずっとある中で、まあ、その後、やっぱ Facebook、Twitter っていうのはもう二大巨頭でね、ブレイクしていくんですが、で、だいぶ遅れてですね、だいぶ遅れて2014年ぐらいになってからですよね、Instagram の時代に入ってくる。で、さらに、まあ、YouTube。
そして TikTok っていうね、まあ、こんな風にこう、文字をメインにした SNS の時代から写真や映像をメインにした SNS へと展開していったわけですね。特に大きな役割を果たしたのは YouTube なんですけれども、でそんな中で YouTube は意外と長い番組が多かったのが、これがいわゆるショートですね、ショート動画の時代っていうのができてきたわけね。で TikTok が大きいんですが、 Instagram も結局ショート動画に対応してリール動画って言いますけどね。でインスタは今やっぱりリール動画見る人が多いんですよね。写真投稿だけだとフォロワーが増えない、リール動画投稿するとフォロワーが増える、ね、そういうことがもうはっきりあるわけね。でそんな中で YouTube はショートへの対応はあんまりね積極的じゃなかったのが、やっぱりやらざるを得ないということで、ショート動画も、まあ、始めたのがまだつい最近ですよね。で YouTube なんか見ててもやっぱりショート動画の影響っていうのはかなりあって、ショート動画が入り口になって、番組登録をする、チャンネル登録をするっていうパターンがやっぱ多くなってきたんですよね。で昔みたいに長い時間 YouTube で見るという、目も耳も YouTube に釘付けにするという時代は終わってしまって、もうサクサクとね、サクサクと次へ次へこうレコメンドされるものを、見ては気に入ったものだけ見るという時代にこう入ってきちゃったんですよね。でこれ前にノートの記事でショート動画の時代っていうのを書いたんですけど、なぜショートの時代になっちゃったのか。でこれいい部分と悪い部分あるんですよね、ショート動画っていうのはね。で一つやっぱりショートの時代になったっていうのは、さっき言ったそのパソコンとかでアクセスするよりもスマホでアクセスする人が多くなると、やっぱスマホだと例えば分かりやすいのは、YouTube 動画っていうのはいわゆる長編の動画、いわゆる動画ね、一般的な動画は横画面なんですよね。でショート動画は縦画面なんですよね。でこれ何の違いかっていうと、要するにパソコンは横画面、スマホは縦画面、もうそういう違いに対応してるわけ。つまりショート動画を見る人はもうほぼ間違いなくスマホで見ている。でスマホを横にして長編を見るって人はやっぱりね、高齢者に、高齢者っていうか中高年には多いかもしれないけど、若い人はそういうスマホをわざわざ横にしてまで長い動画を見なくなっている。そうすると縦型のスマホ対応のショート動画が好まれる。で TikTok がそれを風穴を開けたわけですよね。で Instagram のリール動画も結局一緒なわけで、今映像の世界も、映像の世界も完全に縦型のスマホ対応の、ショート動画の時代に完全になっちゃったということなんですよね。で逆に長編ものっていうのはどの程度こう見られてるのか、ね、最近 YouTuber が儲からなくなってきたって話聞きますけど、これはもうまさにそういうことが影響してんじゃないかななんて思うんですね。でそこで話をポッドキャストの世界にちょっと展開すると、いわゆる音声配信の時代になってきたと。音声入力、音声配信の時代に完全に時代はシフトして、文字情報メインの SNS の時代はもう終わりを告げていると。でさらに言えば、映像、に飽きた人たちがやっぱり音声にちょっとこう注目し始めてるっていうね、でなぜかっていうと耳だけで、目を奪われずに他のことをしながら聞けるという。でしかもポッドキャスト自体が文字起こしに対応した、あるいはそこにビジュアルも乗っけれるようになるようなポッドキャストも出てきたということで、視覚も満足させてくれるってね、まあそんなことが、まあ、始まっていて、まあこれはまだ展開中なのでこの先どうなるかっていうことがあるんですが、そこで私が思うのは、いわゆるポッドキャストは結構ロングな番組が多かったんですね。30分1時間平気で喋るというのが多かった。
で、これは何でかっていうと、その番組を聞いてる人はその番組を聞いてるから10分では終われないわけですよね。長く喋んなきゃいけない。ところがこれもやっぱりショートの時代に入ってくるってね、ことなんですよね。だからショート音声の時代が始まっちゃったなとすでに思ってて、でそんな中で結局2つですね、ロングとショートっていう話と、もう一個はパソコンとスマホっていう話、これを掛け合わせて考えると、スマホでポッドキャストってやりにくかったんです。これまでは独立型の音声配信でスマホでやってる SNS はあるんですね。スタンド FM とかラジオトークとか基本スマホでできる。ただやっぱりベースはパソコンで収録して、パソコンで編集をしてアップロードするというのがこれまでポッドキャストのスタンダードだったんですよね。で、ただこれが SNS 化が進行する中で、結局スマホベースで、つまりスマホで完結するポッドキャストにだんだんなっていくだろうと。で、そして SNS 化も進んでいくだろうと、まあ、そんな気が、まあ、してるんですよね。まあそういう意味ではどうでしょう、パソコンとかキーボード自体もやっぱりだんだんなくなっていって、音声入力の時代入ってきましたから、もうスマホで完結するという時代にね、完全に切り替わっていくので、まあそういう意味では物事を考えるときにはもうスマホベースでスマホでできるという、そういう SNS 音声配信、映像配信、文字配信が生き残ると、まあそんな風に思ったりしています。で、もう一つ、実はポッドキャストが文字起こしが行われ、さらにそこに概要欄とかを使ってビジュアル情報も載っけれるようになり、多機能化してきたんですよね。単なる音声ではなくて、そこに付加的な情報が加えられるようになった、そういうプラットフォームが出てきたわけなんです。まあリスンですね、が、まあ、典型ですけれども、でこの方向はさらに進むだろうと思うんですが、でそんな中で実はブログ文化一回廃れた気がするんですが、これがまた音声を取り込む形で、結局リスンとかやってると、だったらこれブログでできればそれはそれでいいじゃないかって話になってきちゃうわけですよね。だからそうするとポッドキャストとブログの融合みたいなことがこれからやっぱり進んでいくような気がしてて、もう一度 SNS 型のブログ文化っていうのがね、音声配信を取り込んだ形で、まあ、展開する可能性もちょっと出てきたのかなとかね、そんなことを妄想したりしていますけど、まあ、どこまでその見通しがね当たってくるのか分かりませんが、まあ、SNS あれこれということで、最近の SNS 界のこう変化を、まあ、私なりにそんな風に見ていると、パソコンとスマホ、そしてロングとショート、そして音声配信と文字、写真、映像、この組み合わせね、まあ、こんなことがこういろいろ絡まり合いながら動いていくのかなっていうことと、既存のプラットフォームがだから変化していくというね、まあ、この辺の動きはまだまだこれからちょっといろいろ展開がありそうで面白いですね。まあ、そんなわけで、今週の SNS あれこれでした。で、今週の1曲ですが、今日はこの曲にしました。これもいろんな思いあるんですが、たまたま今朝散歩してたら、ね、雪が降り始めて、で、昨日雨で、それが、夜には雪に変わってということで、まあ、そんな雨から雪へという曲は何曲か思い浮かんだんですが、最終的にこの曲にしました。お聴きください。始めるラジオキャンパスウェンズデイ、11月29日、11月最後の配信になります。今週の一曲はサザンオールスターズの別れ話は最後にお聞きいただきました。これ雨は降ってるのに空は晴れているよってね、でちょうど今朝雪が降ってきたのに空が晴れてきたっていうね、ことでこの曲が思い浮かんじゃったんですが、
で、そして今夜は雪が降るということでね、まあ雨が雪に変わると。まあ実は一昨日ぐらいは雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろうってね、そっちクリスマスソングの方ですけどね、そっちを思い浮かべてたんですが、今朝、サザンオールスターズに切り替えました。まあどうでもいい話ですが、ということで今週のリッスン。まあ今週のリッスンもいろんな動きがありました。いろんな機能改善がね、リッスンさんは進んでて、まあ細かい機能改善も含めて、もうこまめにね、本当に進んでますね。で、ブラウザでの録音機能が始まったという、これ衝撃だったんですが、11月の半ばにね、これが、なんだろうな、インジケーターがつくようになったとかね、あと再生数の集計とか表示方法もさらに見やすくなったとか、他にもこれ音声聞きながら編集してるとこうスクロールしちゃうっていう問題あったんですが、これもこう改善してくれたりとかね、もうとにかくいろんな改善が日々進んでて、すごいですね。こうユーザーに近いところで、その声を拾い上げてはもう毎日毎日こう改善の手を緩めないという、これ素晴らしいですね。まあそんな今週のリッスンですが、リッスンはちょうど今週末から12月1日からアドベントカレンダーっていうのがありまして、これが始まるんですね。で、このアドベントっていうのはキリスト、イエス・キリストがお生まれになると、メシアがね、救世主がお生まれになるぞっていうことがこう、まあ預言者たちがいろんなことを言って、で、ちょうどクリスマスの日12月25日に生まれるということで、その生まれるのを待ち遠しくて指折り数えて待つというのがアドベントの、まあ、本来の意味なんですけれども、それが今これは何でしょうね、そういうサイトがあって、アドベントカレンダーっていうサイトがあって、アドベンターっていうですね、でここにこう毎日いろんなエピソードを、まあ、URL ですね、まあ、記事を公開したり、まあ、音声ポッドキャストを公開したり、いろんな使い方できるんですが、とにかく毎日イベントをお送りすると、いうのがあって、で結局1日から25日まで25個のコマがあるわけね。でここに一人一つのポッドキャストを埋めていくということで、リッスンユーザーの方たちが、そこに皆さん手を挙げてですね、ラインナップが1日で整ったと、25人ね、すごいですね。で私も12月23日にやらせていただくポッドキャスト配信をね、ことなんですが、まあ関連して私自身も自分のアドベントカレンダー作りまして、私一人で25回分、これは新作というよりも過去の作品をね、25回分、特に有料配信してるものがあるわけなんで、私の場合それをこうその日だけ無料でこう聞いていただいたり見ていただいたり、ノート記事と、スタンド FM の、収録音源ですね、まあ、これを25回分開放しようということで、もう作っちゃいました昨日ね、早速ね。まあそれはそれとして、リッスンの方はこの25人の色とりどりのね、色とりどりのアドベントカレンダーが出来上がってて、これちょっと楽しみですね。みんなどれぐらい喋るのか分かりませんけども、結構ラインナップ見てると楽しそうだなと思って見させていただいてます。まあ今週のリッスン、まあ楽しみは12月1日から始まる25日間のアドベントイベントですね。これはもうとにかくリッスンのホスティングサービスが8月3日に始まって、もうすぐ4ヶ月、9、10、11、12、4ヶ月ですね、経とうとしてるんですが、まあその中でいろんなやっぱり展開があったわけですよね。で、これをまあ振り返ると。まあリッスン自体正式リリースがまだ今年の6月でしたかね。で、ベータ版も4月ぐらいからだったんですか。だから本当に今年生まれたプラットフォームということで。で、しかも、まあ私は、ポッドキャスト界の革命児というふうにね、勝手に呼んでるわけですけれども、まあいろんなリッスンへの感謝とか、リッスンと出会ったことで生まれた変化とか、そんな話がいろんな人から聞けるんじゃないかなと思ってるので、まあぜひ、
興味のある人ね。っていうか、まあ、今週のリストはやっぱりこれですよね。アドベントが待ち遠しいと。あと3日でアドベントが。あと2日か。明日、明後日からアドベントが始まるということで。皆さんも準備されてるのかされてないのか、私は全く準備してませんけどね。まあ、そんなのが、今週のリッスンとしては大きいですね。あとは、京都でオフ会があったりしたというニュースが入ってきて、これが先週末かな。これもちょっと楽しそうな雰囲気が伝わってきたのと、あとはやっぱり次のステップ、リッスンがどう展開するのかなんていうことも話題になったみたいですね。まあ、そんなことも伝わってきました。で、リッスン界隈は結構ね、やっぱ声日記に参加する人がこう増えてきたということが、やっぱりそれが一番大きいかな。で、そんな中でこれをどういうふうに次の展開にしていくのかっていうのがね、やっぱりだんだん規模がちょっとずつ大きくなってきたので、いろんなことが起き始めているわけで、まあ、これがどう展開するのかね、まあ、楽しみですね、楽しみです。いろんな意味でね、そんなことです。で、そんな私にとってのリッスンですけれども、最近はなんだろうな、リッスンもそうなんだけど、それ以外の SNS 全般への関わりがちょっといろいろ膨らんでしまって、私は。で、一番大きいのはやっぱり YouTube での SNS じゃない、 YouTube でのポッドキャスト配信が始まったっていうのが一個大きくて、で、それをかなり意識しながら、リッスンの使い方、それから他のスタンド FM とか、この Spotify の使い方とかね、そんなのを、まあ、ある程度確立はしてきたんですけれども、まあ、少し微修正しながら次の展開をの準備をいろいろしているという、まあ、そんなこう感じですかね。なので、まあ、この3ヶ月半約4ヶ月リスンホスティング使ってきて、やっぱり一つのちょっと短いワンサイクルがね、ちょっと一回りした感じがして、次の二回り目が、まあ、どう展開するのか、まあ、私なりにいろんな持論は持ってるんですけどね、そんなこともいろいろ考えながらやってる感じかな。まあ、リスンで、まあ、今後の課題としては、まあ、とにかくこのアドベントを楽しくやって、で、新年を迎えて、さあ2024年リッスンはどういう展開を見せるんだっていうね、そんな話にだんだんなってくるんだと思います。まあ、そのためのこのアドベントイベントにもなってくるような気がするので、やっぱ課題としては、いわゆるグループ機能とかメンバーシップ機能とかコミュニティ機能みたいなのをどうするかっていうね、あたりが一つ大きな課題になってるんだろうなっていうのはすごく感じるのと、まあ、もう一つはやっぱりいわゆる収益化ですよねの部分をどうするといいのかなってね、このあたりね、なかなかこれはまだどこも模索中なのでね。で、広告モデルは YouTube が一番成功したんだけども、それもちょっと陰りが出てますからね。広告モデルではやっぱりいけないっていう中で、じゃあどういう収益化モデルが可能なのかっていうのは、なかなかこうこれといったね形がまだないので、まあ、これもやっぱり一つ今後の SNS、 つまり SNS が展開して存続していくという時には、このあたりはとても避けて通れないね課題になってるんだろうなと思いますね。で、あとはこのコミュニティ機能ってやつね、これもなかなか微妙なとこあるんですよね。どう考えるかね。まあ、YouTube なんてのはある意味配信者の周りにコミュニティができるっていうことなんですよね。で、Instagram はそれに近いですよね。やっぱり配信者の周りにコミュニティができて、それが緩く配信者同士でもつながる、総合的にね、いうのがあるんですが、特にじゃあそのインスタグラムにコミュニティ機能あるかっつったら、あるわけじゃないんですよね。で、 YouTube にもその配信者メインのコミュニティって機能があっても、
配信者同士をつなぐようなコミュニティっていうのがあるかとそうでもないんだよね。ただリスンはそれをが今できつつあるので、その部分をどう考えるかですよね、まあいろんなアイデアをいろいろ語ってる方もいるわけですけれども、まあこれぐらいにしときますかね、私の思いはいろいろありますけれども、今日はこれぐらいにしとこうかなと思います。ということで、今週のリッスンでした。アドベントが楽しみですね。ついでに私のアドベントも、ね、見てくださいということで、最終コーナー第4コーナーはザ・トウイチロー散歩のコーナーですが、今日はいろんな雪の音も入ってますし、まあそれがメインかな。収録音源が結構いっぱい入ったかな。まあ、そんな形でお届けしたいと思います。始めるラジオキャンパスウェンズデイということで、第4コーナー最終コーナー、ザ・トウイチロー散歩のコーナーです。今日は26日水曜日の午後の散歩から、26日日曜日夕方の散歩から、29日日曜日朝の散歩までですね、の収録音源ですけど、ちょっと分量ありますが、トウイチロー君がお散歩連れてけと言ってね、吠える場面から始まって、27日は朝0度、雪がちょっとちらついてみたいなね、そんな朝で、まあ、リリン待機場を通ってから公園に久しぶりに行ったんですね。で、公園の雪の音がなかなか良かったですね。それから28日です、火曜日。この日は朝ちょっと気温上がって4度で、ちょっとこう煙ったモイスチャーな朝だった。で、トウイチロー君の浴場も徐々に収まってきたかなってね、ことなんですが、午後の散歩で雨が降ってきたと。結構雨降ったんですよね。で、それが夜に雪に変わると言われてたんですが、あんまり雪降らずに。で、今朝29日に、水曜日の朝ですけれども、氷が綺麗に、その雪がなんていうのかな、気温が上がったんで、雪が溶けて氷になって、もうスケートリンク状態で滑って転んだ話ね。それから氷が張ってるので氷を踏む音が入ってたりします。まあそんなことで収録音源まずお聞きください。11月26日日曜日夕方4時10分、豊平川河川敷に着きました。トウイチロー君のお散歩連れて結構劇が今日は激しかった。ほいほい、雪の中どん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 進んでいきますね。ほい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 、またちょっと細かい雪がちらついてきましたけどね。でも明後日あたりに気温が上がるみたいで、ちょっと雪がだいぶ溶けるかもしれませんね。まあそんな形ですが、まあでもね、雪だね、このままね。トウイチロー待て、早いよということで出会われた。11月27日月曜日朝6時23分、朝の散歩に出てきました。河川敷に一目散に向かっています。今朝の気温は0度、まあまあ寒いけど寒くないっていう感じですね。はい、まあそんなことで、トウイチロー君は元気よく歩いてます。おうおう、もうお前がマイペースだ、本当にな。はいはい。よいしょ。とても意志がはっきりしてるので。はいはい。はい、ということでまた。6時30分、豊平川河川敷に着きました。月曜日の朝ですけど、静かですね。なんとなくね、雪の音聞こえるでしょうか。そんなわけで、まあ0度ですけど寒くないですね。暖かいですね。これから明日にかけて気温が上がって、明日は雨が降るみたいで、また明後日に向けて気温が下がるみたいな。まあしばらくはなんか、0度前後で気温が
推移するみたいですね。あんまり寒くならない感じですね、まだしばらくね。そんなわけで、散歩を続けます。よいしょ。6時40分、そしてマリリン待機所にやってきました。トイチロー君は私の足に捕まって、腰振ってます。さあマリリン来るかな、今日はどうかな。ではまた。朝8時40分、トイチロー君の散歩が終わりません。近所の公園にワンコがいたんですね。その匂いに引きつけられて、もうワンラウンドやってます。ということで、ではまた。8時42分、ようやくキロに着きそうです。はい、お家に向かってます。はい、帰るよ帰るよ。大丈夫か。久しぶりの公園ですね、ここはね。はい、雪がいっぱい綺麗に残ってるんで、雪を歩こうとお楽しみください。まあこんなとこですね。もう飽きたかな、雪の音でした。トイチロー君はまだクンクンクンカツやってますね。クンカツ、そろそろ帰るでしょう。9時になっちゃうよ。困ったな。11月28日火曜日朝7時、豊平川河川敷の堤防、道路の雪は溶けましたね。公園とか歩道の雪は残ってますけど、道路は綺麗に溶けました。今日はちょっと暖かいですね。朝4度、これから昼間7度8度ぐらいまで上がって、その後明日に向けて下がっていくみたいですね。また明日あたり雪が降るような、そんな札幌です。まあ雲はあるけど、青空広がってますね。なんというかいい感じの高原の朝みたいな、清々しい、ちょっとあれかな、ちょっと霧までいかないけども、ちょっともやってる感じの、モイスチャーの朝ですね。トイチロー君はせっせせっせと朝から散歩連れてけと歩いてます。ちょっと浴場は収まってきた感じですね。はい、まあそんな感じで、ではまた。11月28日午後3時47分、豊平川の堤防、雨が降ってきました。今日は気温が9度ぐらいあって暖かいんですけど、風はちょっとあるんですが、今ちょうど雨が、散歩に出たところで雨が降ってきて、まあそんなに強い降りではないんですが、ちょっとパラパラと降ってきましたね。トイチロー君はそんなことお構いなしで訓活中。ではまた。11月29日水曜日、11月も終わっちゃいますね。朝6時55分、豊平川河川敷の堤防、今日はキリリと冷たい朝ですね。雪はだいぶ溶けて、路上は凍ってますね。結局昨日の夜雪の予報だったんですが、雪は降らずに、ほとんど降らずに、ちょっと降ったんですけどね。今日は何でしょう、雪がない、あんまり。地面はちょっと溶けた雪が凍ってる、薄く氷が張ってる感じですね、ところどころね。冷たい朝ですね。これからまた月末にかけて寒くなるのかな、雪も降るのかな。来週はまた雪みたいですけどね。トイチロー君は昼間いっぱい遊んだのか、雪が降ると興奮していっぱい遊ぶのか、他の友達のワンちゃんにもいっぱい会って興奮したからか、
夜はもう熟睡ですね。夜の散歩もせずにもうぐっすり朝まで熟睡ということで、今おしっこしながらうんち場所探しています。ではまた。まあ雪の音というよりもちょっとうっすら雪がかぶった草が凍ってるんですね。凍った草を踏みしめる音。まあ霜踏んでるような感覚ですね。ではまた。7時5分、雪がちらつき始めましたね。今日はこんな感じで、まあ青空も出てんですが、東は青空、西は雪雲。あ、藻岩山雪降ってますね。こんな感じでチラチラとかすかに雪が降り続ける一日になりそうですね。雪が待ってる感じね。チラチラと静かに待っている。まあそんな寂しい水曜日の朝でした。ではまた。雪がだんだん西の方から雪雲がやってきて、東の空もどんよりしてきましたね。結構雪の量が細かいですけど、ちょっと増えてきましたね、パラつき方がね。これはこんな感じで結構積もるかな。今日もまた路面が凍ってて歩きにくい。ではまた。7時37分、細かい雪がまんべんなく降ってきましたね。まああんまり風はないので、もう本当に細かい雪がチラ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 と、チラチラより多いね、まんべんなく降ってきたっていう感じですね。はい、だん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 また白い世界に戻ってきます。西の空はもう真っ白ですね。東もだんだん白くなってきたし、まあ今日は一日雪だね。どこまで積もるかね。そんなにたくさん量は降らないんじゃないかな。まあコンスタントに降り続ける、そんな雪ですね。静かな雪だね。ではまた。7時45分、道路がうっすら白くなってきましたね。ささめ雪だね、これ。ハラハラと、風情のある雪が降ってますけど、これがぼた雪になりね、だんだん粒が大きくなってきて、雪のねふわふわ感が増して、もうポタ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 いっぱい降るようになると一気に積もるんですが、まあ今日はそこまでいかないんじゃないかな。そんなわけで統一郎くんの散歩を終えて家に戻りたいと思います。ではまた。7時45分、路面がツルツルで全て転んでしまいました。3年ぶりぐらいに転んだかもしれません。ではまた。7時57分、一度帰りかけたのにまた戻り始めた統一郎くん。空は晴れているのに雪が降っているよ、そんな札幌です。8時3分、河川敷堤防から帰ろうとしない統一郎くん。雪は降ってるけど晴れてきましたね。藻岩山の上も青空が広がって今日が差してきましたね。あ、統一郎くんは堤防の上にスフィンクス座り始めました。これは長期戦になりそうです。ただいま8時3分、まあ雪が止みつつあるんでいいんですがね。えすごいね、青空で日差しがあったかいのに雪がちらついてると。キタキツネの嫁入りでもあるでしょうか。ではまた。そんなわけで26日の午後から29日の朝までの収録音源を聞きいただいたんですけれども、だいぶこう日によってね、この時期はやっぱり日によってこうスケートリンクになったり雪になったりね、いろいろこう変化があって雨も降ったりするということでね、結構目まぐるしくあるんですけど、まあまあ、そんな音いろいろ聞いていただきました。でこれからもっと冬が深まると
ね、キュッキュという親切の音も来るかと思います。で、前回ちょっと紹介できなかった、水曜日の配信ということで、2週間前になっちゃうんですけれども、これは、いつかな ?27 回目のエピソードですね。11月15日、もう2週間前ですね。半月前ですけれども、別の番組では言及させていただいたんですけれども、この番組ではちゃんと言及させていただいてないということでコメントをいただきました。スノーさん、まさに雪スノーさんからね、雪を踏みしめる音伝わりました。こちらはまだ先ですが、私も月が来たらやってみたいと思いました。エンドレス散歩もお疲れ様ですということでコメントいただきました。ありがとうございました。スノーさんの地域ももうじき雪が降るかな、まだかな、もうちょっとこう先かな、まあそんな感じですね。それから山本さん、リスンの山本さんですが、雪を踏もうと待ってました。早速ありがとうございますということで、さらに第2弾第3弾と、サンデーウェンズデーでお送りしておりますので、まだ飽きてなかったらいろんな雪の音これからも出てきますので、ぜひお聞きいただければと思います。今日はね、今日は氷を踏もうと、それから凍った草を踏もうとね、そんなのも入ってましたので、聞いてくださいお願いしますということで、ザ・東一郎散歩のコーナーはこれぐらいでいいかな。東一郎の名前の由来当てクイズはまだあと1ヶ月、ね、ぐらい考える時間あるので、もうみんな考えてないと思いますけど、まあ、どっかで中間ヒントぐらい出そうかなという気にもなってきてますが、まあ、皆さん師走目前でお忙しいと思いますので、ね、時々思い出したら考えてみてください。まあそんなことで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。エンディングです。始めるラジオキャンパスウェンズデイ、ということで、11月29日の配信をお送りしてまいりました。エンディングです。次回がですね、12月の3日ということで、この日は忙しいぞ。始めるラジオキャンパスサンデーもあるし、3日はリッスン記念日なので、月間始めるキャンパスの発行もあるし、結構忙しいぞと、ケアフリーの声で書く日記の日でもあるしということで、結構忙しくなるぞと思いながらですね、まあ12月師走入っちゃいますね。もう12月はあってなきが如しですので、あっという間にバターンとこう、大晦日になるんじゃないかなと、クリスマス過ぎてね、そんな気がしますが、まあ楽しくやりましょう。今日は今週の一曲はね、サザンオールスターズの別れ話は最後にお聞きいただいたんですが、まあ本当はちょっとその前にね、浮かんでたのは雨は夜更け過ぎに雪へと変わるだろうってね、サイレントナイトホーリーナイトという、こっちのクリスマスソングが3日ぐらい前には思い浮かんでたんですが、もう本当に今朝だったね、スケートリンクのようになった、路面を歩きながら晴れ間が覗いた中で雪が降ってきたということで、もう空は晴れているのに雨が降っているよ、まして今夜は雪が降るというね、サザンオールスターズが桑田くんの声がもう脳裏に響いちゃったので、こちらにさせていただきました。それから私の方はもうアドベントね、リスンのアドベントも12月23日に登場しますが、まあそれより何より12月1日からもう一人アドベント25日間ね、まあ過去の音源と過去の記事を公開するだけなんで、そんなにやることはないんですが、まあただこれはこれで一つのイベントとしてやろうかなと思ってんのと、あと合わせていくつかね、年末大出血サービスもいろいろとアイデア浮かんじゃったので、まあそれもやろうかななんて思ったりしています。ということで2023年、年末も押し迫ってまいりました。まだちょっと早いか、このまんまポッドキャストやりながら進んでいくのかなと、来年を迎えちゃうのかなって思ってますが、2024年はどういう年になるんでしょうか。まだ早いか。で、次回12月3日の配信終わったら、今度ボーナストラックなんですね。8回のサイクルが、32回目ということで、8回のサイクルが、始波32ですね。もう4サイクル目が終わるということ
4ヶ月が経とうとしていると。シーズン3始まってね、結構シーズン3長続きしてるんですよね。自分でもびっくりしてるんですけど、シーズン1シーズン2、特にシーズン2は短かったんですが、シーズン3はこれはペースよく長続きするぞと、ご長寿番組、長寿番組になるんじゃないかぐらいの気がしてますが、まあ私が生きてるうちはやってるかもしれません。そんなわけで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。さよなら。